ローズマリー・バトラーはアメリカ合衆国出身の女性シンガー。1960年代前半から女性バンドザ・レディーバーズのベース担当として活動。その後、別バンドのバーサに参加したり、ボニー・レッド、リンダ・ロン・シュタット、ジェームス・テイラー、ジャクソン・ブラウン、ボズス・スキャックスらのバックコーラスを務めるなど活躍。1982年に角川映画、 汚れた英雄のテーマ曲、汚れた英雄を歌ったことで、日本でもその名が知られるようになった。汚れた英雄は、日本のオリコン洋楽シングルチャートで1982年12月27日付から11週連続1位を獲得した。汚れた英雄の総合チャート最高順位は、週間3位、登場週数は22週、累計35.0万枚のセールスを記録した。 日本での作品に汚れた英雄のほか、現場対戦の次第が、光の天使やドキュメンタリー映画、ウィニングランの次第が、コール・オブ・ザ・ワイルドがある。光の天使の総合チャート最高順位は、週刊8位、登場週数は18週、累計21.6万枚のセールス、コール・オブ・ザ・ワイルドの総合チャート最高順位は、週刊47位、登場週数は10週。 累計3.7万枚のセールスを各々記録している。ありがとうございます。